じゃあ、こんにちは。さて、2020年シーズン、はい、あ、2022年シーズンか、来年、あ、何とか、来年、はい、2022年シーズン、はい、まあ、どう戦っていくか、まあ、21年は、まあ、最初から外国人がいなくて、はい、まあ、非常に苦しんだと思うよね。で、自分の やりたい野球が全くできなかったというふうに思うんだけども、まあ、ある程度揃ったところからスタートします。22年は、はい、どういう野球になりますか。やはり投手陣をしっかりと整備しないといけないなっていうのはすごく感じますね。例えば、はい、誰、今年21年のシーズンはやっぱ怪我人が多く出遅れてたのが、後半今永が戻ってきて、東が戻ってきて、戻ってきてから、しかもまた内容も徐々に投げるために良くなってきて、良くなったよね。よし、来年大丈夫だっていうところでシーズン終わりましたから、うんうんうん、来シーズン、2022年のシーズンはもうしっかりとそのローテーションを組めるっていうのは、もう今永、東、うん、ロメロっていう外国人は良かった。ロメロもいいね。だんだん日本の野球に慣れてきて良くなってきましたし、うんうん、まあ、大貫も後半良くなってきましたし、うん、でそこでまず4人がしっかり出てくると。そこに浜口も今年苦しんでた分、浜口の立ち上がりなんとかならんかね。難しいところはあれ1、2回だけさ、無事に切り抜けたら本当にいいピッチングになるんだよね。いや、本当にもうはっきり分かりやすいですよね。1、2回で失点するから苦しんでるだけでさ、0か100かの、うん、これどうかならんの、ピッチャーは。じゃあ、周期トレーニングでもだいぶフォーム改善しながら、うん、本人も手応えを掴んでる様子でしたし、うん、その辺が落ち着いてくればしっかりゲーム作れると思うんですけどね。京山、坂本っていう若いピッチャーもそこの我慢して使ってたな、最初で若手を。やっぱそう、まあね、怪我人でいなかった分もありますけど、うん、その辺、今年の経験を生かしてくれますしね。で、俺力的に言えば上茶谷ってもっと勝ってもいいようなピッチャーだというふうに思うんだけど、あ、どうなの。ちょっとね、器用貧乏っていうか、いろんなその投球の人の携帯模写じゃないですけど、うまいんですよ。で、自分の投げ方忘れてしまってるっていうところで、本人もその辺はすごく覚悟して、来シーズンは、まあ、この間契約更改でも言ったのかな、契約更改でも、リスクのないフォームで勝てないんだったら、リスクあるフォームでも勝てるピッチャーになりたいって言って、まあ、相当覚悟を持ってましたし、まあ、上茶谷はもうそこに食い込んでくると思うんですけどね。じゃあ出てくる名前のメンバーは結構豊富だけども、あとはもう完成度を高めていくということだよね、はい、それで先発ピッチャーは戦える、戦えると思います、はい、なるほど。ただクローザーがさ、すごく苦しいんだよね。はい、クローザーそうですね、三島で行って、まあ、痛いところやられた、うん、苦しんでましたし、安崎も後半ちょこっと行きましたけど、うん、結果苦しんでましたから、うん、まあ、そこでもう一度やり直しですよね。だから現状今決まってないですし、新しい、クリスキーという投手も、うんうん、リリーフで入ってきますから、候補の一人なの。候補の一人ですね。で、エスコバも残るわけでしょ。エスコバも残留しますけど、エスコバはクローザータイプではないの、はい、セットアッパーでの方が助かります。助かる、はい、その助かるっていうのはどういうこと。その7回、8回、終盤での打順によって7回行ってもらったり、8回行ってもらったりというところで、なるほどなるほど、そこに行ってくれた方が助かりますね。なるほどね。じゃあ、抑えはやっぱり矢崎か三島か、そのクリスキーっていう、この3人の中の1人になってくる可能性が強い。そうです、今のところ、ね、今のところそこにまだ、まあ、後半ちょこっと伊勢も使いましたけど、伊勢、ね、まあ、伊勢もやっぱり空振りを取れる変化球を身につければ、うん、自分候補の一人になってきますけどね。現状やっぱりその今言えばその3人の中からっていうところだと思いますけどね。なんかクローザーって DNA は、うん、DNA というか、こう伝統的になんかそんなに苦しまないポジションだったんだけど、うん、なんかすごい苦しいんだよね。そうですね、今年、まあ、去年もそうでしたけど、今年もそうですけど、うん、でもあそこのさ、まあ、負けっていうか、これは仕方ないけどさ、信用して信頼して使ってるわけだから。でもそこの一敗っていうのはすごくダメージ大きいよね。まあそうですね、まあ、クローザーですからね。あまあ特に9回打ち切りでしたから、
追いつかれることもやっぱりそこもありましたから、うん、そこはダメージとしてはやっぱりそのチーム全体には大きいで、あの大きいですから。でも信頼したらもう途中で、あ、これは危ないな、これはやられるなって思うでしょベンチで。でもそれは最後まで信用してんの、それともあ、これは変えなきゃ危ないけどもう信頼してあげてるんだから我慢しようって思うの。前半は我慢しましたけど、後半はもうそこでも、あの、その後もリリーフ他のピッチャー準備させましたから、うん、だったらクローザーが出た時点でもうブルペンも終わりっていうのが普通理想ですけどね。まあまあそうだよね、はい、うん、なんだけどそこが決まらないとチームが落ち着かないでしょ。そうですね、逆算ができない、何回もだから先発を決めるよりもクローザーを決めて信頼する方が大変な作業なんでしょ今のチーム状況は。そうですね、だからまあバッティングだったら4番を誰にするかっていうのが決まれば後の枝葉は決まってくるけど、やっぱクローザーもそうでしょ。クローザーが決まればその前の右左どうするかっていうのがある程度こう、でしかもそれが戦えれば一番大きいですけどね、うん、その今どこのチームもしっかりとしたクローザーっていうのがいるチームは強いですから、うん、でもどこもなんかちょっと苦しみ出してきてるよね。多少はあると思いますけど、でもやっぱりその年間通してみれば安定しますよね、うん、あとは足、はい、足、うん、ちょっと遅いでしょみんな。まああのゲーム出てるレギュラー陣がおまあ、どっちかというとバッティングがメイン、まあ、長打を打つというね、まあ、それはしょうがないと思うんですよ、メンバー決めてそうなるってくる。ただその中でもやっぱりその遅くても遅いなりにこう自分なりにベストを尽くせるかどうかっていう、あと走塁の技術ですよね、うん、ベースの回り方とかによっても、うんうん、まあ、全然違うし、ね、変わってきますから、うん、あとはやっぱこう走るスペシャリストをこうベンチに置けるかどうか。そうですね、こういうのも一点取りたい時に必要になってくるでしょ、はい、だから本当だったら森をねレギュラーで育てたいっていうところもありましたけど、うん、でもあれだけの足があるっていうところで森がそういう感じたちでダイソーから行ってっていうのもありましたけど、そういうところそういうところに選手にね何人かは、ね、いてくれればそれは助かりますね、うん、三浦大輔の野球ってどんな野球なの、うん、どんなってなんですかね。まあ例えば、まあ、原監督っていうのは変幻自在にこう動かしていったりとかいろいろするじゃない。で笹岡監督っていうのはもうじーっと待ちの姿勢。大輔ってどういう風な野球が理想なの。まあ例えばピッチャー出身者って守りの野球っていうかさ、うん、そういうのを推奨するというか、うん、1対0で勝ちたいっていう。ああ、なんすかね、僕1対0でも10対9でも勝っちゃいやって感じですけどね。まあまあ、まあ、そりゃそうだよね、うん、まあ、だからその臨機応援に動けるチームになりたいですよね。この機会このワンパターンしか勝てないっていうのよりも違うパターンで勝てるっていうのもいろんな戦い方ができるようにしていかないといけないなと思いますけどね。まあ、例えば打線で言えば長打で勝ちたいのか、それともまあエンドランだとか盗塁だとか絡めながら勝ちたいのか、これはどうなの。いや時には絡めないといけないなっていう時は絡めていくしかない、うん、でも横浜スタジアムだとやっぱどうしても長打を待ってしまう。まあ、そういう打者が多いですから、うん、そうだね。まあ、でもそういう打者にもやっぱり来シーズンは動くよって話もこの周期トレーニングでやってもらって、佐野にもエンドランの話もしましたし、バントもあるぞ、ゼロじゃない限りは練習しといてくれと話はしました。まあ、しょっちゅうバントさすことはないですけど、やっぱここっていうバントっていう選択肢もあるから、その時にいや練習してなかったっていうことだけはやめてくれって、うん、どちらかというとバント嫌いなタイプなの。まあできればやりたくはないですよ、ね、やっぱそれはピッチャーの心理なの。心理ワンアウトもらえますからね、うん、やっぱりピッチャー出身者って全員そうで言うよね。ただやっぱスコアリングポジションっていうところでのプレッシャーはありますけど、うん、まあまあそれはそうだね。そういうところでのプレッシャーを、まあ特に前半は他も打って勝てなかった、勝てるって言われなかったから送って、とにかくスコアリングポジションでワンヒットで少ないチャンスでも点を取れるようにって思って送っていらっしゃいましたけど、うん、その1本が出ないっていう試合は多かったですけどね、うん、まあまあね、それはもう理想通りにいけば優勝するからね、まあ、そうですよね、うん、なるほどね。まあどんな野球になるかちょっと楽しみですけど、はい、ね、はい。